本日はですね、こちら本原高原オートキャンプ場にやってきました。それではね、簡単に中の方をご紹介させていただこうと思います。ゲート入るとすぐに管理棟があって、管理棟の横には駐車場がありますので、駐車場の方に、ね、止めていただいて受付を済ませてください。管理棟抜けるとね、すぐに分かれ道になってまして、こっちが CDE ブロックとドッグラン、今回私たちが利用させていただいた AB ブロックはこちらになりますね。そしてその前にはこのように広場が広がっています。こちらね、結構にぎわってるのが D と E のブロックやと思います。そこをね、まっすぐ歩いてきて、ここを抜けると C ブロックとドッグランがあるんで、ちょっと下っていきます。結構ね、広いんですよ。ここ管理棟の方でね、場内マップをもらうんですが、マップ上広く見えても狭いキャンプ場って結構あると思うんですけれども、ここはね、想像以上に広いです。息切れるぐらい広いです。昨日の夜はね、めちゃくちゃ寒くて15度ぐらいまでなってたんですけど、今も30度近くなってて、ちょっとこうタオルの上に帽子をかぶってる状態なんですけど、あ、テーマにね、着きました。ここがね、ドッグランです。こういうね、ネットでちゃんと保護されてて、ワンちゃんたち出れないようになってますんで、この中やったら安全にワンちゃん自由にね、ノーリードで遊ばせることができます。まあ、大型犬やったらちょっと狭いかなって感じなんですけど、中型犬、小型犬であれば十分楽しめるスペースだと思います。ブロックはですね、このご覧の通りお客さんはいらっしゃいません。なんでかっていうと、ここはね、電源がないみたいなんですよね。電源が必要でない方も、焚き火とかで料理するよとか、あと電源持ってるよという方でしたらね、こっちの方が静かで空いてていいかもしれません。 C ブロックの方も漏れなく炊事場とコンロっていうんですかね、ついてます。 C ブロックの奥にもね、サニタリーとありました。ただ今利用客の方がいらっしゃらないので閉鎖されている状態です。こっちから、せっかく来たからこっちから A ブロックの戻っていくので、こっちの方がね、人少ないんで。結構アップダウンがね、あるんで。あ、こちら B 棟ですね。 B 棟も電源ないんかな。電源なさそうですね。全ブロック大きさ一緒ぐらいやけど、電源あるなしで分かれてるようです。あ、ここですね、サニタリー棟でございます。お手洗いのね、前にゴミ箱があります。分別して捨ててくださいということやったんですが、ゴミ処理台は無料でした。お手洗いの方、綺麗なお手洗いだと思います。中もそうだ、ウォシュレット付きの洋式トイレです。トイレのね、横にシャワールームがあるんですが、利用時間は朝6時から夜の9時までとなってます。で、中もこんな感じです。結構綺麗なシャワールームとなってます。こちら石鹸などお備え付けなものはないので、各自準備してください。これがね、今回我々が利用させていただいた A ブロックになります。こちらがお隣で14歳と同じようにシンクとコンロと電源があります。電源はここに鍵を挿すと開けれるようになっています。一口だったんで、いつも二口ついてるけど、ここは一口なんで、分岐がね、分岐できる方だったらできます。鍵は管理棟でもらえます。水道の線もこれ、ね、管理棟でもらうことができます。うちのサイトね、テント2つ立ててタープ立てたんですけども、こんな感じになりました。
多分ねツールームとかで揺れ立てれると思うんで、ツールーム立てて向こうにタープ立てることもあるので、いろいろな工夫次第で十分立てれる日はすると思います。中の感じね、だいたい分かっていただけたと思うんですが、料金やね、チェックイン時間、チェックアウト時間などはまたテロップで入れておきますので、そちらご確認いただければと思います。結構安くてですね、かなり静かで、施設も整ってます。なぜサイトの中に、ね、水道とかコンロとかもついてますので、かなり使いやすいサイトやと思います。ただ一つの問題は、買い物行くのにこっからやとね結構かかるんですよ。車でね40分ぐらい走らなきゃいけないんで、昨日もそのせいで近くの温泉割引券もらったんですけど行くことができなかったんで、今度はねまたそちらの温泉も入ってみたいと思います。なのでね、皆様買い物行く際は事前に済ましておくか、時間に余裕を持って行動するように心がけてください。このキャンプ場ね、今まで来たキャンプ場の中でも結構おすすめのキャンプ場になりますので、興味のある方はぜひ一度利用してみてください。ちなみにワンちゃんもね全然入れます。あ、ドッグランあるから分かるか。今回はねアリスとメイちゃん家でお過ごしております。というわけで今回の動画は以上となります。この動画役に立ったら面白かったらグッドボタン、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。535ムービー5でした。あ、逆や。535ムービー5でした。